なんかどこかしらにモンスターがおるような気配が。あ、ホイミスライムがおる、あんなところに。あれは敵？話せるホイミスライムかな。あ、ほら話せるやん。お前じゃねえわ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、あれなんよね。金属工房やっけ？それを作らなくてはいけないんだけれど、鉄のインゴット、作りまくっていく。何をどうすればいいんやっけ？とりあえずまた、このね、アイアンの壁を、20個。とりあえずこの場所をそうすればいいんかなーと思うんやけど、ま、いろいろと場所を変えつつね。もっとあるやつをやっぱ活用していきたいやん。この中を金属工房にしようと、この中っていうかここを金属工房にしようと思うんやけど、は、動かせないやつやこれ。動かせんやつやこれ。ま、とりあえずここ囲っていくか。違う違う。はい。お。ん？そこ位置合っとるか。大丈夫やね。よいしょー。何個ぐらいいるかな、これ。お、お。これ別に広さは関係なかったよね。確か。あ、待って、これは。お、こっち側から。何？誰の笑い声よ。にぎやかだな。めっちゃにぎやかだな。入り口どうしよう？どっちにしよう？なんか普通にこうやってきたけど。あっち側にした方がいいんかな。ってことは、とりあえずここ全部ちょっと囲っていって、足りてねえ。足りてねえ、全然。ちょ、待ってね。じゃ、この辺、取り外しまして、よいしょ。ここ扉つけるとして、よいしょ。ん？はい。ここにまあ扉をつけるとしましょう。何個で作れたっけ？ちょっと待ってね。これをまたさらに。あ、もう！ちょっと待って、40個も絶対いらんね。ちょっと待って、絶対いらんね。10個とかでいいんじゃないかな、もう。はい、これ作って、置きます。よいしょ。で、こっち側はもう埋めていけばいいよね。ほ、ほ、ほ。オッケー。あ、足りんかった。足りんかった。え、ってことは、もう一回分、もう10個作る。はい、作ります。そう、あと3つのために。扉も作っておこう。扉。木の扉にします、私。これで、なになに？何の音今の。ほい。そして、ここに扉を、扉、木の扉を、つけます。小さい空き部屋になった、これで。で、とりあえず、この辺、あ、違う。ちょ、待って、部屋じゃなくなった。よいしょ。これで小さい空き部屋やろ。で、ちょっとツタの実を食べて。あれ？ちょっと待って。収納箱とか動かせんの？あ、動かせんのや、これ。ちょっと待って。え、これ最初から備え付けのものは動かせるよね。動かせますよね。ってことは、これはあれか。破壊せんといかん感じかな。違う。一旦収納箱破壊して、で、この端っこに置いて、違う。
で、これもこっちの方にちょっと移動させて、よっ、こう置くやろ。あ、これも全て作れた？ OK。 で、これをちょっと中に、どうしよう、こっち向きにしとこうかな。いや、どっちでもいいか。どうでもいいか。とりあえずこう、圧迫感がすげえ。ちょ、待って、これ絶対奥の方がいいやん。ちょ、待って。ちょ、邪魔。ちょっと邪魔。ここにやってからの、ちょっと待ってね。これ手前にちょっと、置くやろ。あ。待って、方向が気に入らない。ものすごく気に入らない。あ、違う。はい、これを、はい、こう置いて、待って、これどういう方向？あ、こっちか、こういう感じか。はいはい。ってことで、これをよいしょー、はい、ここに置きます。なんかよくわからんけど、これでこれで、ちょ、待って、あの金属工房って他に何が必要やった？ちょ、誰か、誰か、君か。金属工房必要なものは？アイアンの壁で作ったよ。鉄の部屋に銅、革袋、壺、収納箱。ってことは、あと、革袋と壺やね。オッケー。革袋と壺。革袋、壺。個数は言ってなかったよね。はい、革袋に、壺。はい、オッケーでしょう。ってことやけん。これで、もう一回これ、そっちじゃない。一回これ破壊して、これすぐ横とかに置いとった方がいいかな。収納箱どっか行った。とりあえず、革袋を、で、この辺の壁とかにつけとくね。はい。革袋。壺。壺を、この辺に置きまして。で、あと最後、収納箱。オッケーじゃない？小さい金属工房できたー！え、拠点狙うモンスター現れたよ、なんか。なんか。でもできたよ、金属工房。ちょっと、どこ行くの？おお、やるじゃないか。鉄の金属工房が完成したんだな。うんうん。壁から香るこの鉄の匂い。こいつは作業がはかどるぜ。インゴットは作るのに時間がかかる。金属工房にロウ二つ置けば一気に作れず便利かもしれないな。それはそうと、お前さん。これだけ鉄に囲まれてんだ。ビルダーとして思いつくものはないのか？鉄といえばあれだろう。あれがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるぜ。さあさあ考えろ。今のお前さんなら作れるはずだね。鉄のハンマーか。そういうことか。新たなレシピをひらめいた。大金槌、鉄を加工した重いハンマー、ブロック攻撃力6、とても硬いものを壊せる。これであの先に進めるってことやね。おお、あいな、新しく大金槌を思いついたんだな。そいつがあれば今まで掘れなかったものも掘りまくれるだろう。金どころ作って俺に見せてくれ。もしも素材が足りなかったら、坑道に降りて探してきてくれよな。了解です。ちょ、待って、侵入しないでくれます？あ、作れる作れる、全然。余裕だぜー。やったー！うん、めっちゃ強そう。ハンマーグレードアップ。カチコチ金属もお手軽に破壊。お手軽に破壊。お？なんだそれ。ひょっとして新しいハンマーを作ったのか？イエイ。なかなかかっこいいじゃないか。それなら硬いものもぶっ壊しそうだ。素材集めもはかどりそうだな。よし、そのハンマーで坑道のさらに奥まで進んでみようぜ。頑張ろう。ちなみにちょっと、銅の剣、私今どれ装備してんの？今装備してるものはどこでわかるんやっけ。あ、ちょ、待って、なんか入れたけど、まあ、いっか。あ、これか。
今の装備がこれか。茨の剣？茨の剣ってどんなもんやった？説明。攻撃力 28? しょぼ。ってことなので、攻撃力40の方をちょっと作りましょう。よーし、ってことで、銅の剣を、違う。あー違う、ちょっと待って。銅の剣を装備しました。オッケー、これで私も強くなった。あ、そっかそっか。作ったら見せてくれって言ったんやっけ。でい、強くなったぜ、私。イエーイ。ちょ、待って、おじさん。ほほう、こいつはすごい。鉄から大金槌を作ったんだな。これで新しい素材も手に入る。バー作りで行動の復旧もきっとはかどる。行動の新しい道も開いていけるな。大金槌、うまく活かすんだぜ。あいな、気が早いかもしれんが、一つお前さんに話しておきたいことがある。どうせなら俺は、この島を牛耳っているハーゴン教団をここから追い出したい。みんながいくら、ものづくりに目覚めても、教団が残っていたら、好きなようにものを作れないからな。島には教団から派遣されている総督ってやつがいる。いつかそいつも一緒に倒そうぜ。この島には総督がいるのか。マギールちゃんは副総督やったよね。いやーなんかもはや懐かしの。あ、どうしたようよう、アイナ。大金槌もできたんだ。そろそろまた行動に行ってきてくれよ。大金槌があれば、従った行動も掘り進められんだろ。まず奥にいるマシモのところに行ってくれ。はい。アイナ。また行動に行くのね。はい、これ。ありがとう。どんどん薬器の子が増えていく。嬉しい。行動の奥は暗くて寒いと思うけど、指導と一緒に頑張って進んでね。頑張ります。またかよ。弁当はおめえのもんでも、ペロのハートは俺のもんだからな。とにかくあいな。行動の奥にいるマシモのところに行って、大金槌で振り回してこい。鉄の採掘場にワープすると、きっと早く行けるぜ。よし、それじゃあちょっと行ってきますか。ちょっくら行ってきますか。どこ？これか？どうだな、これ。こっちか。鉄の採掘場。行きましょう。はい、到着。みんな掘ってる？あ、いたいた。来たよ。おー、あいな。待ってたぞ。ところでなんだ、その満足げな笑顔は。そんでもって、その強そうなハンマーは。おお、大金槌か。それならこの岩の壁もぶち壊そうだぞ。それじゃあ、あいな。大金槌でこの岩の壁を壊すんだぞ。道が開けたら先に進むんだぞ。行きます。イエーイ、進んでいくぜー。ラックショー、来た来た。先へ進むぞ。イエーイ、行きましょう行きましょう。ちょっとみんな置いていかないで、私を。ん？雪道かと思った。違うね。何ここ、なんか新しい葉っぱが。はっ、て、あ、なんかいっぱい取れた。これは草糸か。臭いとや臭いと、ここ臭いとが取れるよ。今まで取れてなかったよね、一回も。あ、ちょ、やめて。毒ー、やだー。やだー。もう新しいもん何もない？ん？あれは何？これ。これ何？何これ？綿みたいなん取れたよ。綿や。綿みたいなんじゃない、綿やった。へぇー。もう他は何も取れないのか。新しいものはさすがにちょっと取っておきたいよね。あ、どうも。なあ、あゆな、あそこを見るんだぞ。ん？てか、ここ水がめっちゃ豊富やん、やば。上から水が溢れてきてる。荒くれはプール以外じゃ泳げないぞ。このままじゃ先に進めないぞ。え？そうだな。あそこの鎖を伝っていけば上まで登れそうだぞ。あゆな、頼むぞ。上に開いている穴はブロックで塞いで、水を止めてほしいぞ。水漏れとかいうレベルじゃなくね。え、待って、何？どういうこと？穴を塞ぐ？どれ穴？あ！やめてよー。この鎖を伝って上に行くと。
ここ？どう塞ぐんだ？ちょ、待ってね。あ、水漏れ、これか。あ、なるほど、なるほど。オッケー、わかった。わかったけどさ。あ、これ銅の壁はもったいない。ちょっと待って。そうじゃなくって。この辺のでいいんかな？砂利、土じゃダメ。土岩？土岩とかで？は。あ、これで良さげな感じやね。ほ。何？あ、弾き返されたのね、何かしら。はい。うおー、端から水がなくなったぞ。アイナ、よくやってくれたぞ。さあ、一度下まで降りてくるんだぞ。はーい。よいしょ。ん？みんなどこ行った？あ、おったおった。助かったぞ、アイナ。水が漏れた穴を塞いでくれたおかげで、足から水がなくなったぞ。ところで何なんだ、あれは。どうして地下にこんな水溜まりがあるんだ？こいつは地底湖というやつだぞ。地下には地上にはないものがたくさんあるぞ。オイラも全部は行ったことないけど。神秘的な景色や神殿とか聖堂とか、不思議な建物もあるらしいぞ。へえ、すげえ。それに、一番深い場所には、すごいお宝も眠ってるらしいぞ。とにかく地下行動はロマンだらけなのぞ。いいね、お宝。探し当てたい。さあ、で、あ、進むのね。はいはい、行きましょう行きましょう。先へ進むぞー。なんかどこかしらにモンスターがおるような気配が。あ、ホイミスライムがおる、あんなところに。あれは敵？話せるホイミスライムかな。話せそうじゃない、この子。え、違う？あ、ほら話せるやん。お前じゃねえわ。ほら、なんかランタンとか置いてあるしさ。お前じゃないというのに。ちょ、待って。はい。やあ、人間さん。地下は迷いやすいから、よく地図を見て歩き回るといいよ。ありがとう、親切なホイミスライム。あれやね、この大陸ではホイミスライムがいい子なのね。なるほど、把握しとくわ。ん？あっち側にもなんかある。気のせいか。よーし。それじゃあ、行きますか。ん？なんかもう掘りよる、今。たどり着いたんかな、どっか。ん？いきなりなんかすげえ殺風景になった、また。戻ってきたな。あの場所すごい綺麗やったよね、さっきの。緑の多い場所。は、ああ、さらに上に行ってしまったキノコ。ああ、死神現れたよ。ここをまた破壊していくわけですね。オッケー、オッケー、行こう。違う。違う。ああ、来たよ、死神。後ろ。みんな後ろ、気をつけて。指導が死にそうじゃね。なんて怖いの。はい、来たー。え？なんかいるんですけど。なんかいるんですけど、やめてよ。うわ、やめて。あー、ちょっとキノコとか取ってる場合じゃない。行くよ。キノコ取ってるのは私だけれども。行くよ、行くよ。ほら、もうみんななんかめっちゃ走っていくもん。この辺柵があったりとかして、ちょっとなんか、あれやね、人の手が加わっとる感じがするね。やめて。ん？これは爆発できるやつかな？これ普通に爆破できそうやね。じゃ、そんな。あ、待って！君危ないよ、そこ爆発するよ。巻き込まれんのかい。巻き込まれないのかい。あ、それはちょっと危ないと思う。あ、でも死なんのやね。なーんだ。なーんだ。何？魔物の群れが襲ってきた？おー、魔物だ。ハーゴン教団の魔物だぞ。シド、それにアイナ、なんとかしてほしいぞ。ちょっと待ってよ。マジかよ。しかし、私は、あ、やめて。攻撃力を上げてきたから。あ、宝箱ある。あ、ここ。ね、物も作れるよ。ちょ、待って。何をゲットしたの、今、私は。ちょっとよくわからないけれど。ちょ、壊すなよ、お前ら。ふざけんなし。こらこらこら。破壊しちゃダメです。ちょ、君はどこに行ってるんだい？なん、ちょっと。
はい、俺1抜けたみたいな。ダメダメ、逃がさないから。ちょっと待って、私の体力がやばい。よし、はあ、危険危険、危ない危ない。よいしょよいしょ、消えた。え、その場から出てくるの？そういう感じですか。骸骨やっつけた。もうなんかこっち見てるけど、やめてよ。イエーイ、レベルアップ。これ何、毛皮か。はい、これでレベル12。またなんか思いつく？お、思いついた。新たなレシピをひらめいた。鎖片びら、布と金属製の糸を編み合わせた頑丈な服。めっちゃいいやん。魔物の群れを倒した。今度は防具やね。イエイ。うおー、さすがだぞ。ハーゴン教団の魔物を倒してくれたんだな。オイルたち派手に行動を進んだ。きっと教団にいろいろバレてる。地上のバーも狙われるかもしれないぞ。ハーゴン教団は今のオイルたちには敵でしかないぞ。いつか全員やっつけるぞ。おお、なんか結構頼もしいことを言うようになったね。戦わんけど。きっと指導が。人任せ。とにかく、これで先に進めるぞ。このまま進んで、行動を復旧するぞ。とりあえず、ちょっとこの辺のね、はい、この、鉄の作業台を、きっちりと設置いたしまして、はい。オッケー。さあ、どこかで。あ、なんかここも。何これ。何かしら人の手が加わってはおるみたいやけど、トロッコでここまで来れるようになるってことかな。あ、ハート。待って、ハートを忘れてるわ。よいしょ。あ、何なんか用？よーし。ここまで来れば行動の復旧は完了だぞ。あとはここの線路を繋ぐだけだぞ。魔物恐怖症のオイラにとっては長すぎる道のりだったぞ。でもこれで鉱石の採掘量もぐっと増えるぞ。それんだぞ。行動が復旧してバーが完成すればペロも喜んでくれるはずだぞ。あー、バニー、ペロバニー、オイラもういても立ってもいられないぞ。確かここいらにも線路があって、昔は地上繋がってたはずだぞ。さあ、トロッコが走れるように途切れ途切れに線路を埋めるんだぞ。線路の出発点になるトロッコの発着駅は、お、あそこにあったぞ。ここの線路は2本並んで走ってるみたいだぞ。繋ぐのは大変そうだけど、頑張るんだぞ。ふんふん、オッケー。線路はまだ手元にあるか？この辺りにも使われていない線路があるかもしれないから、探してみるんだぞ。すべてはペロのためだぞ。トロッコに乗りながら、上と線路を繋ぐんだぞ。めっちゃ大変そうやん。絶対時間かかるやつやんね。線路。あ、これ線路やね。オッケー。じゃあ、これを取っていきますかね。はい、これでとりあえずすべて回収。ふう、オッケー。じゃあ、つなぎますか。ここが出発点ね。オッケー。ということだから。これははしごか。どこどこどこ？あ、線路。とりあえず67個今ある。これを敷いていきます。はい、この辺ね。オッケー。え？なんか塞がってるんですけど。線路が岩の壁で途切れてるぞ。これは困ったぞ。この岩の壁、ひょっとして。この先なんだか匂うぞ。この岩の壁、大からずで壊してほしいぞ。ふんふん、オッケー。もしかして金が取れるか、そういう感じ。さすがにまだそれはないかな。ああ。違うところを破壊してしまう。どういう範囲でちょっとやっていけばいいんかがいまいちよくわからんねえけど。でも線路つなぐってことは、この辺周りも掘っていった方がいいんよね。お、出た出た。ここは？この線路は地上の鉱山街の東側につながっていたんだぞ。これでルートがつながったぞ。
マシと鉱山の中を行き来しやすくなるぞ。さあ、いいな。残りの線路は岩の壁の向こうの線路とつなげるんだぞ。へーい、オッケー。頑張りまーす。あ、これ破壊してしまったよね、私。はい。じゃ、君邪魔よ。あれ、これ曲がってしまっとるな。曲がっとるんでいいんかな。え、ダメじゃね。こっち向き。邪魔だよ、君。あ、こうしていけばいいんか。あ。あ。よいしょ、よいしょ。めっちゃ見づらいんですけど。ん？なになに？なんで置けないの？あ、なにこれ？なんか空中にあるんだけど。どうした？どうした？めっちゃびっくりするやん。とりあえずこっち側をこう繋げていきまして。じゃあまずちょっと右側の方だけつなげていこうかな。あっち側また後でつなげていくとして、線路の片方はこれでつなげ終わったみたいだぞ。もう片方もそのままつなげていくんだぞ。ふんふん。あ、ここがゴールってことか。オッケー、つなげていきます。こっち側から戻っていけばいいよね。よいしょ。お、いい感じじゃない？なんかほらほら、いいねいいね。あ、で、ここちょっと待って、大金槌で壊さんといかんねや、また。よいしょ。はい。違う違う違う。よいしょ。こういう風に開いていったらいいね。OK、じゃああとはここをつなげたら完了ってことか。よいしょ。つながったー。うおー、これで2本の線路が全部上とつながったぞ。さすがだぞ、アイナ。それほどでもあるけどね。オッケーですか。うんうん、これで全部の線路がつながったぞ。坑道も修理できたし、これで復旧は完了だぞ。だが、坑道は復旧できたのに金はなかったぜ。ゴルドンは金が欲しいんだろ。前にも話したぞ、坑道はまだまだ広くて深いんだぞ。金があるのはきっとまだまだ奥なんだぞ。そうか、復旧は終わったが、坑道の探検はまだまだこれからってわけだ。地下深くにある神殿や聖堂ってやつも早く見てみたいぜ。オイラはそんなものよりペロの喜ぶ顔を見たいぞ。早く町に戻るんだぞ。さあ、じゃあワープで戻っていきますか。ん？なんか向こう側に、ん？すぐ近くってことかもしや。ちょっと待ってね。トロッコで向かいますか。よいしょー。行きまーす。あ、ごめんね、二人とも。ちょっと走らせるけど。めっちゃ走らせるけど。よいしょ。どこだ？多分すぐ近くのはずないんやけど。あ、ここや、ここ。よし。帰りましょう。上がれん、上がれん。よいしょ。はい、町に帰ってきた。ぐるっと繋がったんよね、これで。はい、坑道復旧しよう。ミッション達成。あいな、指導。あ、来た来た。待って、階段にハート忘れていっとるよ。坑道の復旧が終わったみたいね。まさか本当に全部直しちゃうなんて、すごいわ、あいな。ありがとう。みんなありがとう。これで採掘量も上がって、賑わっていた頃の鉱山街に近づくわね。さあ、ゴルドンやみんなに知らせに行きましょう。ふう、これで大きいミッション2つもクリアしたね。俺のお願い、もう一つ叶えてくれた。アイナ、みんな、本当にありがとう。やりましたね。これで荒くれさんたちのやる気も上がる。鉱石が取れる量も増えるはずですよ。そしてそして、ペルがバニーになる日も近いってわけだな。くおー、そうだぜ。俺たちのテンションもうなぎ登りだぜ。その調子、みんな頑張ってね。ん、なになに？うなずき合いよるけど。何やってんだ？はしゃいでるのか？しかし、取れているのは銅と鉄、それに石炭だけです。やはり金や銀は坑道のさらに奥に。金や銀、以外にも地下坑道には未知のお宝や建物がまだまだある。これからも探検してみてくれ。
確かにいろんな施設みたいなの出てきよるもんね。じゃあとりあえず集める。くおー、ついに行動が普及できたんだな。筋肉のない体でよく頑張ったじゃねえか。これで鉱石の上がりもバシバシ増えるはずだぜ。次の報告会楽しみにしておけよな。そしてそして、ペラがバニーになる日も近い。筋肉を盛り上げて準備しておかないとな。何の準備？ペロ、バニー、もうすぐ？ゴルドン、またおめえかよ。ペロのことになるとほんと地獄耳だな。俺、体でかい。街を歩き回ると迷惑かける。だからここでじっとしてる。けど、ペロのこと好き。ペロ、将来のお嫁さん。ペロのこと何でも話聞きたい。くっそー。筋肉ならまだしも、金属が声がたきになるとは、夢にも思わなかったぜ。どういうこと？何を達成したんこれ。ちょっとよくわからんけど、何かしら達成したっぽいわ。ひとまず俺のお願い、二つとも終わった。みんな本当に本当にありがとう。この調子で鉱山を復活させていけば、残された金も見つかるはずよ。そしたらいつかゴールドマンに戻れるわ。ペロ。俺金属だけど溶けて蒸発しそう。お前本当に優しい。照れてってこと？別に優しくないわ。あなたがゴールドマンになればゴールドラッシュが戻るって言うから。ううう、お前が望むなら俺も頑張る。結婚式はいつにする？気が早い。とにかく会えな。地下にはまだまだ面白いものがありそうだ。もっともっと潜ろうぜ。これでひとまず二つのお題は達成よ。あゆな、シド、どうもありがとう。ミッション、目指せゴールドラッシュコンプリート。やったね。うおー、どうした？バーの完成に行動の復旧。これで条件は満たしたぞ。ペロ、おーい、ペロちゃーん。お、バニーに。大声で呼ばなくてもわかるわ。どうかしたの？すべての準備はできた。さあ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 、早くバニーになってくれ。そうね、約束だもの。私早速バニーになるわ。だけど何かが足りないみたい。このままじゃバニーにはなれないわね。え、どうした？準備ができたらまた呼んでね。私も早くバニー服を着てみたいから。何の準備？足りないもの？どういうことだ？どういうことだよ、アイナ。知らんがな。ペロ、じゃなかった。アイナ、ペロが相手でバニーになるために足りないものって何なんだ？足りないもの、足りないもの。思いついた？一つだけ心当たりがないこともね。それは筋力だ。俺たちにはきっとまだまだ筋力が足りねえんだ。いや、それじゃ違うんじゃないかな。何？違うと思うだと？おい、あゆな。おめえなんだその冷静なツッコミは。筋力が足りないってことは、筋力をビルドする筋トレ部屋が必要だ。そういうこと。ほらほら、あゆな。ダンベルとツルハシ下がり。ツルハシ飾り、壁掛けタオルを二つずつ置いた荒くれジムを作ってくれ。ツルハシ飾りってあれ、バーの前にあるやつ？おっと、豪華な部屋じゃねえと、豪華な筋肉は作れねえからな。部屋は豪華さを星にしてくれ。え、なんどういうこと？豪華さを上げるには、部屋の中にランタンでも置くといいぜ。ふんふん。部屋の豪華さ。部屋には豪華さがある。部屋の中の家具や壁で豪華さが決まる。マイナスボタンで詳しく確認できる。なるほど。荒くれジム部屋？なんだよ、荒くれジム部屋。どこに作るねん。これやろ。ね、さっき言った。飾りのやつ。さあ、場所もなんかそんなないんよね。この辺の岩とか崩して、入り口横やけど。いや、でもそれはまあ、しょうがないよね。ということで、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。なんか毎回思うんやけどさ、めっちゃ狭い敷地内にいろんなもの作らされるやん。ちょっとそれどうなって思うよね。